横手イーストは、秋田県横手市駅前町1番10号にある、再開発地域の一部である。横手市交流センターYにプラザ、アックスフーズマート、東、西店舗棟、銀行棟からなる。日高総合病院の郊外移転、ジャスコ横手店の撤退などによって衰退した、横手駅東口周辺の約 2.1 ヘクタールの敷地を再開発して、誕生したエリアの一部である。2008年5月より、建物の解体、新築工事が始まり、2011年3月に、すべての工事が完了している。オープンスペース、ふれあい喫茶くつろぎ、図書、地域情報コーナー、研修室、市民活動スペース、にぎわい広場などからなる。2010年2月着工、2011年2月竣工。1階3階にぎわい広場にぎわい広場イベントなどが行える屋外スペースで椅子テーブルが設置されている。毎年冬にはイルミネーションイベント、横手イーストイルミネーションが実施されるほか、様々なイベントが実施される。有限会社、ミサトフーズが運営するスーパーマーケット。2009年3月着工、同年9月竣工。2009年3月19日着工、同年10月竣工。北都銀行横手駅前支店が開設されるが、2021年3月8日、同市大町の横手支店に移転統合となった。横手コミュニティ FM 放送株式会社本社兼演奏所。ありがとうございます。